ロボコップロボコップは映画ロボコップシリーズに登場するサイボーグの名前。一般にロボコップといった場合、映画の登場人物であるアレックス・マーフィー巡査の遺体から作られたサイボーグのことを指すが、作中では固有名詞というよりも商品名のような扱いである。俳優はピーター・ウェラー、ロバート・ジョン・バーク、ジョエル・キナマン、リチャード・エデン、ベージ・フレッチャー。日本語吹き替えの声優や、 テレビアニメ版、ロボコップザアニメーションの声優については、各作品項目を参照。本校では、上記の映画をはじめとする各種の作品群に登場するロボコップのほか、同期の後継機として開発された、ロボコップ2号や2014年版映画、ロボコップに登場するロボコップについても記述する。ロボコップは、全身が機械部品のみで構成されているわけではなく、 一度死亡した人間の遺体からまだ細胞が死を迎えていない臓器を生体部品として再利用したサイボーグである。法的に人間としては認められていないことから人権も保有しておらず、表向きはロボコップを製作したコングロマリット企業、オムニ社の開発したロボットの新製品として扱われている。また一度死亡した人間の脳や皮膚を利用するというコンセプトなどから 同型のロボコップは量産されていない特注品である。基本的には都市の治安維持と警察企業の機能強化や同警察企業の親会社であるオムニ社のイメージアップを狙う宣伝用機材であった。死亡した人間の臓器をロボットの部品として使用しているに過ぎないものとしてオムニ社にものとして利用されていることが作中の描写から散見される。 相当な範囲の箇所が機械装置によって代替されてはいるものの、思考の基本部分はアレックス・マーフィー巡査のものであり、これに機械的な補助が加えられ、射撃や怪力などの面では超人的な能力を発揮する。ロボコップが見分したことは即座に電子情報として機械的に保存され、いつでも再生できることから、その証言は裁判では証拠として扱われる。また、 内蔵の正門分析ソフトなどを通じて、証言の真偽をパーセントで判断できることから、基本的には、ロボコップに嘘は通用しない。その他、腕部のニードル型の端子を外部データバンクに挿入することによるアクセスで、情報を参照することも可能となっている。ただし、電子情報ゆえに、高圧電流の負荷に弱い面も持っている。肉体としては、 マーフィー自身の顔面の表皮や顔の骨格の一部が流用されているほか、脳が金属製の容器に封入する形で頭部に収められている。消化器官の一部にもマーフィー自身のものが流用されているが、そのほとんどは省略化されており、脳や顔面などわずかな生態部分に栄養供給を行う程度でしかなく、ベビーフードのような非常に消化の良い食品しか口にできない。なお、 作中ではロボコップ専用のフードディスペンサーもデトロイト市刑に配備されているが一般の瓶入りのベビーフードでも特に問題は発生しないようである一度は記憶を消されてロボコップとして蘇生したマーフィーの意識は物語の途中で復活するそれ以降は自身をロボコップではなくマーフィーと名乗るなど人間的な反応も見せるようになったが 彼の直接の死因となった脳の損傷部分がコンピュータによって代行されてもいるため、この部分のプログラムが書き換えられた際には人間性を喪失してしまうことがたびたび描かれている。このコンピュータはコマンドラインインタプリタで動作しており、自然言語で作成された優先コマンドをコード入力することによってロボコップの行動を制限させることが可能で、法を適切に執行すること、 犯罪者の逮捕や弱者の保護といったおよそ警官らしいものから政策元であるオムニシャ幹部の命令を優先させたりといったオムニシャにとっては都合の良い指令も組み込まれている。通常、ロボコップはインプットされた指令にのみ忠実に対応するが、マーフィーが自らの正義感と称号してそれを拒否した場合には強靭な意志によって書き換えることがある。 特殊なチタン製の合金と防弾ゴムによって強固な防弾機能を備えた体は拳銃の弾丸程度ではほとんどダメージを受けない。そのため犯罪捜査や逮捕ではわざと犯罪者から見える位置に移動して撃たれることで犯罪者の位置をレーダーやセンサーで確認しほとんど目視せずに射撃することが可能である。射撃の正確さも相当に高く 狙撃銃で狙われた際には照準機を撃ち抜き、狙撃者の目に弾丸を命中させるという離れ技を実行したことがある。その反面、身軽ではないことから、対物用の銃火器で攻撃された場合や、高速軌道を得意とする敵と対峙した場合には、それぞれ致命的な損傷を被っている。また、使用する火器は主に対人装備でもあることから、 強固な装甲を持った敵を相手にした際には苦戦を強いられている。ただ、マーフィーが危機的な状況に際しても諦めない生存欲求を持つ優秀な人物であることに加え、周囲からの信頼が厚かったこともあり、劣勢に苦しめられてなおロボコップは周囲にも助けられて雪辱を果たしている。上記のほか、スターリングマーク六の重心をねじ曲げるほどの腕力を備えているが、 直接的な攻撃力だけでなく、ロボコップ自身の攻撃補助システムも秀逸である。拳銃の弾を長弾させる、目視せずに、背面の敵を射撃する、遠方の音声を指向性マイクで聞き取る、暗視、投視に似た視界モードに切り替えできるなど、本体速の性能も極めて高く、戦闘に関する、あらゆる補助機能が盛り込まれている。 初代ロボコップの後継機として2号機が開発されたことがある。いずれも強さや忠実さでは初代ロボコップを上回っている。であることから平気する。オムニシャを買収した日本企業、金光コーポレーションにより、ロボコップ抹殺のために送り込まれた忍者アンドロイドである。ロボコップやロボコップにのように人間の脳を使っているのかについては、 その是非を明示ないし示唆するようなシーン、セリフはない。刀改定には、ターミネーターシリーズや、アイアンマンシリーズなどのプロダクトデザインを担当した、スタッフが関わっている。デザインは2パターン用意され、初登場時は、原点と同様に銀色や帯を帯びた灰色と、表されたボディとして登場するが、物語中盤以降は、人間的な感情による躊躇が攻撃の遅れに、 つながると判断され、全身の大半が黒で占められたデザインへ変更される。黒いボディへの乾燥移行は、それまで普段は、マーフィーの意思で行動できていたのに対し、戦闘モードになると脳に埋め込まれたソフトウェアが勝手に動作して情報処理を担うようになるため、その際のマーフィーは乗客と化して攻撃力は大幅に増大するが、冷酷で容赦がなくなってしまう。しかし、 物語終盤には最初のデザインに戻される。遺体の一部を再利用する形であった原点とは異なり、マーフィー自身はあくまで生存している人間として認知されており、義手や義足の延長としての擬体の位置づけに近い。頭部は普段顔を出しているが、興奮したり、攻撃モードになるとバイザーが下がり目火部分が隠れる。ボディー強度は50口径以上の弾丸は防げない。 さらにボディに大きなダメージを受けるとマーフィーは激痛として感じる。マーフィーに残された体の部位は脳及び顔面、肺、心臓、右手だけで、それ以外は全て機械で補われており、出動時以外はボディを分解されて頭部及び臓器のみとなり、メンテナンスや消化器官や免疫機能が失われている生体分維持の血液の交換、栄養補給、 投薬などが行われる。原点と違い、生身の頃の記憶を維持しているため、最初の改造が完了した時点では、感情の表現も可能であったが、途中で投薬やドーパミンの抑制などにより抑えられることもあった。また、過去のテレビドラマ版やテレビアニメ版の要素も導入され、バイクに乗ってのカーチェイスや単体での身軽なアクションも行えるようになっている。 主武装は、失神レベルから最大20万ボルトの電撃弾で、標的を抹殺可能な切り替え式のカートリッジ式、スタンガンと50口径のベオウルフ弾を使用して3点バーストとフルオートに切り替え可能な改良型マシンガン。あくまでも生体部分での話である。なお、足を損傷した際には日本から予備の足を取り寄せていた。一作目の ロボコップでは強力な攻撃を受けた場合に照準がずれることがあったが、その後にベビーフードの瓶を銃撃することで、照準補正を行っている。二作目のロボコップ2では、麻薬密売組織の幹部経員のアジトを単独で吸収した際に、ブローニング M20 機関銃の射撃で右手を手首からもぎ取られた。三作目のロボコップ3でも、 リハップ隊へ反旗を翻した際に M203 グレネードランチャーから発射された 40mm グレネード弾を胸部へ直撃されて機能が大幅に低下し本格的に修理を必要としたロボコップ3でアンドロイドのオートモと戦った際には自身よりも運動性が極めて高いオートモに翻弄されたロボコップに登場した警備ロボット ED-209 や ロボコップ2のロボコップ2号が挙げられる。ただし、ロボコップのボディサイズは体重を除けばすべて一般的な人間のそれであるので、人間用の携帯可能な重火器も運用可能である。詳細は武装を参照。ロボコップでは廃工場での使と前、ルイスに調整を手伝ってもらった際に再装填したのが唯一の場面。劇中では、 クラレンスたちが抱えて打っているが、本来は反動が大きすぎるため、設置して固定させないと使えない代物である。劇中のプロップは、ウレタンなどで軽く作られており、クラレンス役のカートウッド・スミスは、いかにも重そうに芝居しなければいけなかったと語っている。テレビドラマ版、ロボコップ・ザ・シリーズでは、タグガンを使用する場合と、オーと Q のモード切り替えでタグを打つ描写が混在する。 新、ロボコップは来年3月に日本公開、AB 注目映画紹介、ロボコップ以前の記憶も持ち、オリジナルよりもヒューマンな仕上がり。ありがとうございます。